うん、石がいるだと、チェイス型だな、これ、いわゆる。いきます。あ、上下にしてるけど、絶対、いらん気するけど、下。医師に困ってるジョゼス界の皆さん、不安よな。レレイ、動きます。写真から。これは早くか。鳥目？この競争。会議士か。ロボ壊して。随分遠いな。回復音。ロボが警戒。というかまあもう反応させなければいいみたいな。様子映っちゃった。警戒とか言って。ここが石。天狗が特定してる。ルーティー取って。馬左判定。完璧。完璧すぎる左判定。俺でなきゃ見逃しちゃうね。治療中終わった。増援球があるからさすがに救助いけるかな。そうですね、ここ石の DD 取ります。こっちか。で、心理の表情を殴ってと。医師は騎士会吐きましたね、そして。心理側の奥か。どうだ、痛いた。あ、OK？ 板当たらなかったね。
ここもかなり進んでますね。守るのはちょっと難しいかな、この進捗だと。聖女どうするかな、サバイバー。この編成ってかなりチェイスが楽なんで、さっきみたいに強気に DD 取りに行ってもセカチェ伸ばされること少ないんで大丈夫なんですよね。なんでこういう編成の時はダブルダウン積極的に狙った方が強そう。傭兵救助か、でも半分は超える。そっちか。ここは石殴って素直にトンネルしときましょう。飛びなんでね、これで。これらがもう上がりがけで、サンイッターが今回って。こんなもんか。あと一人。ここも結構回ってるんですよね。チェンリの裏とりあえず吸っておくか。いや、やっぱり、ね。これ心理だもんな。傭兵はどこへ？全然いない。ここは進んでない。この辺だ。いたいた。まだ鬼没なかった。あれ、これ侵略者消し替え入ってる？もしかして。閉鎖空間あります、そこ。とりあえず、釣ります。で、あとは心理だけど、どこまで行ったかな？まあ、さっきこの辺にいたけど。あ、いたいたいた。使い使ってたのかな。こんだけ起きないってことは、まあまあとりあえず全釣り。こんな感じで立ち回れば石いてもぐだらずに勝てるかな。まあトンネルが大事ですね、やっぱり石がいる試合は。